動画を見ていただきありがとうございますパワーバンクスです今回はポータブル電源のエコフローデルタ2でエアコンを稼働させる検証を行いますそれでは検証したい内容を説明しますこのポータブル電源は1500ワットの出力があるためエアコンが動作することは当たり前ですが必要な出力はどの程度であるか出力にどのような変化があるか 安定時の出力はどの程度であるかなどを確認したいと考えています。また、家庭用エアコンをどの程度の時間使用できるか、バッテリーの実容量も確認します。次に前提条件を説明します。使用するポータブル電源はエコフローデルタ2で出力は 1500w 容量は1024ワットアワーでリン酸鉄リチウムイオンバッテリーが内蔵されている大ヒット商品です。 使用するエアコンは日立の家庭用エアコンで公式サイトによると消費電力は880ワットです部屋は小建ての和室8畳まで気密性が低く今日の気候は雨外気温は7.4度室温は8.2度湿度は87%ですエアコンの設定温度は20度で暖房を使用しますではエアコンの電源を入れます 立ち上がるまで５分ほどかかるので早送りします。出力が動き始めました。出力１５０ワットを超えたところでファンが回り始めました。うるさく聞こえますが、カメラが５０センチメートル程度と近くにあるためです。 実際の騒音レベルは45デシベルでした650ワットを超えたところでもう一段階ファンの音が大きくなりましたおよそ56デシベルですエアコンの室外機程度の音量です近くにいると気になりますね最大消費電力は685ワットでしたカタログ値とは少し乖離があります 40 20分後にに室温が設定の20度になりました。そしてここから 400W から 0W までを行ったり来たりしながらの運転になりましたそのまま使い続けて3時間40分後に電源が落ちるところを確認できました。 一般的な家庭用エアコンが4時間弱使えました当然設定温度が変われば使用継続時間も変動します一つの目安としてお考えくださいデルタ2のエクストラバッテリーを使えば一晩持ちそうな塩梅ですバッテリーが空になったので100%まで充電をしてみましょうインプットした電力を計測すればバッテリーの実用量がわかります デルタツーは充電スピードを自由に変えることができます。今回はバッテリーのことを考えて300ワットで充電します。フル充電まで3.5時間。バッテリー実用量は1210ワットアワーでした。表記より多いですね。 充電にかかった費用は約27円でした。動画では時間の関係で全て説明できません。概要欄のリンクからパワーバンクスのサイトへ飛んでいただくと詳しいレビューがあります。ぜひご覧になってくださいね。今回の検証は以上です。ご視聴ありがとうございました。